はい、育つ系うかり YouTube 萌子チャンネルです。アミトモエです。おはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。本日は90本目です。昨日なんかは不思議な白状になりたいなんていうね、ざっくっと言いましたけど動画を撮りました。で、最後は情にね訴えたんですけれども、いかがでしたでしょうか。三つ編みの動画が10回も再生いってないので、どうか見てください。よろしくお願いします。急にどうしたんでしょうね、音を伸ばしたりとか。90本目のタイトルを言わずに話を進めております。今日は野球が大好きなんですけれども、部活によったスポーツの話をします。突然ですが、バスケットボールってすごい大変じゃないですか、という話です。今いろいろ人生を考える時期なんでしょうかね。もう一回部活動、クラブ活動、趣味とか最初から始められるだったら何やりたいかなと考えたりしてました。まあ、というのは楽器がやはり得意ではないという自負が強い、自責の念があるので、そこがやっぱりネックになっている発言なんでしょうけれども、運動は説得力あまりないんですが、運動神経が割といい方なので、不得意なスポーツがそこまでなかったので、そこまで気にならない。鍛える前はそんなにできなかったんですが、少しずつ部活動に入って体を鍛えるようになってからは、どの競技をやっても体育ぐらいのレベルでしたら苦痛には感じなかったです。まあ、ドッジボールは嫌いでした。なんであれ当てて喜ぶんだろうっていう、なんかもうとても痛いしね、あれだけは大嫌いでしたね。で、いろいろ考えてたら、もし部活やるんだったらバスケットかっこいいよなって思ったんですけど、バスケットってすごく大変だなと思うのが、まずボールが大きいです。ドリブルをして歩かないといけません。パスしなくちゃいけないとかはないのかな、一人で行ってもいいのかな。まあでも、とはいえチームワークですよね。で、跳躍力が必要です。腕でこうプッシュするように投げるという、あのシュッっていうのもすごい難しそうですね。ちょっと歩けばトラベリングという反則があり、なんか異常に難しいなと思いました。サッカーもそうですね。ドリブルをして同じですね。行かないと先に進めないというね。私は球技は部活動ではやっていなかったので、この2つ特に難しい気がして仕方がないです。今回はフェンシングとかちょっと特別な競技を抜いてね、体育でこうぐるっとやるぐらいのレベルのスポーツを挙げてみました。まあ、バレーボールも難しいですよね。ただなんかこうバレーボールの方が全員守ってる感じがある気がします。あとジャンピングサーブができたので苦手を感じなかったですが、バスケットボールはシュート3点のやつ狙うぐらいしかやれそうなことがなかったですね。はい、以上でございます。皆さんはこれやってみたいけどやったことない、できなかった憧れのスポーツとかありますか？もちろんね、男性だったら野球やりたかったですけどね。はい、私はバスケットボールすごく得意な女子に生まれ変わりたいなとちょっとだけ思いました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価、積極的天才よろしくお願いいたします。では、90
90本目、バスケットボールって難しくないですか、というスポーツのお話でした。いつもご視聴ありがとうございます。ではでは。ゆっくり休んでね。